ました。じゃん、一本うな重、こちらが2800円。このデカさで想像以上だった。はい、こんにちは、トッキーでーす。サトミンでーす。本日はですね、本編に行く前に皆様に、嬉しいお知らせというかな、ご報告があります。なんとこの度、トッキーチャンネル登録者様1万人突破いたしました。イエーイ、嬉しい。1万人を掲げていたので、なんとかというかね、やっとこさっていうかね、いやなんとかね、うん、達成することができました。これも本当にいつもご覧いただいている皆さんだったりとか、コメント毎回くださる方はもちろん、あとね、いつもね、撮影協力いただいている飲食店の皆さんも心から感謝いたします。ありがとうございます。まあ、夢は大きくっていうことで、10万人ね、突破できるように、もうさらにパワーアップしてね、いきたいと思います。まあ、銀の盾もらいたいもんね。もらいたいね、うん、あるじゃんみんな、うん、ね、YouTuber の人がね、まだ夢の夢かもしれないんですけども、それに向かってまたね、ちょっとずつでも精進していきたいと思います。ということで、ちょっと長々とお伝えしてしまったんですが、本日のお店のご紹介いきましょう。はい、で本日ねお伺いするお店はうなぎ屋さんです。うなぎ屋さん、そう、新しくね1月の22日にオープンされたばかりの新店ということです。ウェイイエーイ。でね、うなぎってめっちゃ贅沢じゃん、うん、なんとね、それを丸ごと1本いただけるお店っていうことで、なんかね、めっちゃ高そうなイメージあったんだけど、そこはリーズナブルにいいものを出されてるっていうことで行ってみたいと思うんですけど、場所が中区の新天地。新天地、うん、今ここが新天地公園です。新天地公園です。グランポルトビルの前ね、うん、はい、はい、で場所がね、この新天地公園からすぐっていうことで行ってみたいと思います。どっちの方なんだろう。私もね、ちょっといまいち場所がね分かってないんで、この細い路地の、あ、こっちの路地に入るんかな。あんま根拠分からんね、うん、分からんね。もう流れ川自体来ることなくなったもんね、子供が生まれてから。特にこっちの方、あれじゃん、 あったあった、ここがこのローソンのポプラーがいろんなお店があるんじゃん。ありました、ありました。あ、おしゃれな、めちゃくちゃおしゃれ。この水色ののれんが目印、ゆうなぎうなぎさん。ゆうなぎうなぎさんすごい語呂がいいね。かわいいね、かわいらしい、ニョロニョロみたい、ね、すごいおしゃれ。みたいな、ニョロニョロって何、うん、あ、本当にあれなんじゃね、あっちから見たらあっち、パルコがパルコとかあるで、あっちからも、はい、もう分かりの方が分かりやすいかもしれん。ほんまじゃ、で目の前はお茶屋さんだって。お茶屋さん、茶屋茶のお店。ほんまだね、うん、あったり、隣にもね、なんか今ちょっと閉まっとるけど、おしゃれそうな和菓子屋さんみたいなのもあるよ。うん、メニューがある。おー、うなぎ料理、一本うな重、いいね、かっこいいね。あー、もうシンプル、うん、シンプルにもううなぎ一本でやられてますね。ちょっとしたでもデザートとかもあるね。確かに、うん、なんかいろいろこだわられてるということで、これは後ほどね、また詳しくお伝えしていきたいと思います。ではお邪魔します。
入った瞬間ね、すごいいい匂いがする。ほんまね、何の香りって言えばいいんだろうね。だしの香り、うん、落ち着く香りがします。で、お席はね、1階にテーブル席が4つあって、あと2階もね、あってカウンター席もあるみたいです。ございます。はい、すいません。あ、はい、ごめんなさい、ありがとうございます。はい、一本うな重と、一本白焼き重と、あと、ノンアルコールビールをお願いします。一つで、一つで先にお待ちしてよろしいですか。ほうじ茶、ほうじ茶あったかいのいいね。寒かったけん、今日美味しい。2階に上がってみます。階段もめちゃくちゃおしゃれ。吹き抜けになってます。お一人様でも気軽になく過ごせそうです。でかいな。テカテカしとるし、この器からはみ出とる。確かに。はい、来ました。じゃん、一本うな重、こちらが2800円。このデカさで想像以上だった。え、これで2800円なの。安いね。うん、え、そこら辺というか、普通のうなぎ屋さんで食べたらもう5000円ぐらいの。5000円じゃ食えんね。食べんかもしんね。へえー、すごい。わー、これいいんですか、食べても。贅沢やな。うん、めちゃくちゃふわふわ。一回蒸して焼いとる。あ、だからこんなにふわふわなんだ。おお、うまそう。熱々でね、いただきます。肉厚やね。やばい、やばい、ふわふわ、うん、このふわふわ、こんなふわふわのうなぎ食べたことないです。臭みも全然ない。なんかね、こちらのお店のうなぎは厳選された日本うなぎを使用されているということでね、いろんな厳しい検査が通ってきたうなぎしか使っていらっしゃらないということで。立派だね、もんね。すごい美味しい。もうほんまにふわふわしとる。すごいもん、身が。いやね、確かに半身でも3500円ぐらいするもん。うん、すごい食べ応えがある。贅沢だね。贅沢、ご褒美に。そう、自分へのご褒美にもね、ちょっとこう、スタミナ欲しいなっていう時にも、このお値段だったら気軽に来れるよね。確かに。なんかね、タレがそこまで甘くない感じです。うん、うん、美味しい。このお吸い物見たら可愛い、お花のお風が入ってます。女の子と来てもいいね。うん、落ち着く。ちょっとうなぎ屋さん敷居高いけん入りづらいもん。そうそうそう、ちょっと女の子からも、うん、ちょっとこのメンズいいじゃんってなりそうな感じです。とっても美味しいです。はい、はい、すいません。2階に持ってきてすごいね、こっちも焼き色がいい感じ。珍しいね、白焼き。うん、
なんか本格的なうなぎ屋さんでしか見んよね。ね、はい、来ました、白焼き。珍しいよ、これ、こんな白焼きね。食べることないもんね。ない。綺麗じゃね。確かにふわふわだね。うん。箸がもう力入れんでも切れるもんね。確かに。それってさ、どうやって食べるの？そのまま？わさび乗せて。すごい油、醤油につけて、うまそう。やばいね。甘い？いや、すごい、やおすぎるね。とろけるわ。もうすぐないもん。やばいこれ。とろけるじゃん、うん、これで大人はこれで昼から一杯、うん、なんかさ、お米も美味しくない？うまいね、うん、これは広島県産の秋盛りっていう米で、粘りがあってツヤがある、うん、ちょっと甘みもあるような、甘みもあるよ、一粒一粒しっかりしとるよね、うん、そう、うなぎと相性バッチリな感じ、こだわっとるね、そう、うん、